はい、皆さんこんばんは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像はちょっとワイヤードでですね、男女の性差に関する神経科学的な神経科学における裏付けが取れたっていうね、記事を見かけたので、ちょっと面白いなというふうに思ってご紹介したいと思いました。まあ従来から例えばね、男女で脳のその性差による脳の構造の違いはないということは言われたりしたわけなんですけど、実際のところはこの記事によるとまあちょっと違いが見られたなということが記されてるんですね。まあその違いって何っていうのは、そのもちろんですね、個々人によっても違えば、外形的に同じ似たような構造をしていても、あるいはそのどこの部位が発達しているとか、ね、そのしてないとかっていうところが極めて似ていたとしても、じゃあその神経伝達物質のその分泌なり、機能の仕方っていうところで、ね、全然違いがあってっていうで全然違うね、あの形質になってるっていうことも多いですし、まあ一概に言えないんですけど、まあとりあえず読んでみようというところですね。で、簡単に自己紹介すると、鈴木と申します。学生 の頃の専攻は金融工学でしたと。で、まあ学部卒ですね。で、最初金融行こうと思ったんですけども、まあ豊かさの底上げを実現したいなと。で、そのためには多少時間がかかったとしても自分の手で日本を代表するようなリーダーを育てたいなというふうに思って、一人で学習指導を始めました。なので僕自身はなんか有名になろうとか、あるいはその有名講師になって小銭稼ごうとかですね、今でしょとかですね、まあ全然興味ないんですよね。で、当然ながら受験指導も全然やる気にならんと、まあ最低限やりましたけどね。で、17年経って、まあ、皆さんが大好きな東大でも国立とか、まあ、そこそこの数出したわけなんですけども、個人として多めでね、1年半前に、プリンストン、ジョージアテック、ペンシルバニアと、まあ、これはペンシルバニアとプリンストンはアイビーリーグですね。で、ジョージアテックは宇宙開発で、まあ、これまた学部っていうレベルで見ると、もちろんジョージアテックもトップ50に入ってるんですけど、アメリカでは宇宙開発ってなると、もう学部の中では最難関の一つで、まあ文字通りこの3つっていうのは世界最高峰かなと、日本代表かなと思いまして、まあ手応えもあったわけですよ。で、そこで指導を切り上げて休止して、で今4つの仕事をしています。1つは AI のリサーチャー、2つ目は組織コンサルおよびコーチングと言われるものを含む人と組織を育てる仕事で、3つ目のところは黒人の証券投資、ただし僕は学生には投資をするといいよとか、この銘柄を買うといいよとかっていう話は絶対する気はありません。で、4つ目のところはこの YouTube ですね、1日1本をなるべく上げるようにしてというところです。で、社会人向けのチャンネルもですね、概要欄に貼ってあるんですけども、社会人向けの方がよりビジネスに近いかな。で、複雑な話題も多いです。まあ、こっちもティール組織とか、あの内容としてはですね、難しいものも扱ってるんですけど、どっちかというとその、まあ、学習者向けというか、そういう視点で、まあ、僕は使い分けをね、してるつもりなんですけども、まあ、よろしければ合わせてご覧になってみてください。じゃあちょっと読んでみようかなというふうに思います。記事はですね、まあ、これ10月14日の記事なので1週間前ぐらいかな。まあ、僕はたまたま今見つけたわけなんですけど、ある研究が脳の性差を明らかにした、果たしてその重要性とはという話ですね。米国立衛生研究所 NIH ですね、まあ、アメリカ その医療系の研究所で一番有名でかつでかいところじゃないですかね。で、脳の構造と性染色体の関連性に関する研究結果からは、脳の特定の部位の大きさに男女差が見られたのか、精神疾患の謎を解明するヒントも見えてきたと。一方で、こうした結果には生まれ持った行動の性差に安易に結びつけられたり、差別主義に悪用されたりするリスクもつきまとうと。ジェンダーという領域でバイアスの回避に努めながら進歩を目指す神経科学の最前線に迫ると。で、僕は言ってるのはですね、そのまあなんだろうな、過去に指導した学生の中には脳機能障害とか発達障害と言われる学生も一部いたわけなんですよ。で、親御さんはね、あるいは父兄は保護者はそれをやろうっていう気を全く見せないんですけども、もうなんていうか、脳の CT を撮ったりとか FMRI でですね、撮影すればすぐ分かるんですよね。この部位は機能してないなとか、この部位は発達してるからこういう処理が得意なんだろうなっていうのが大体分かる。で、それはそのまあ、脳外科医なり、まあ、神経科学の専門家っていうところで、まあ、検査というか、まあ、サーベイに近いのかな、
を頼めば、スクリーニングを頼めばですね、すぐ分かるのでですね、で、まあ、自分がその人と同じようなことできないなとか、突出してでもこういうことは得意なんだけど、なんでかなっていうことを、裏を取りたいんでしたらね、自分でこう言葉尻でなんとなくまくし立てたり、あるいはそのごまかしたりと、いうことせずに、そういうところにもうすぐ行った方がいいと思いますね。で僕も、そういうものを感じたときは進めますし、それをせずして否定して、なんかそのなんていうのかな、指導の効果出ないとか言われても僕も困るのですぐに降ります。で、米国立衛生研究所 NIH で神経ゲノミクス発達専門のチーフを務めるアーミン、ラズナハンにとって、精査研究の発表には不安がつきまとうと。彼は、脳の男女差の研究が意図せぬ結果を招くことを身をもって学んでいましたと。で、研究を始めた頃痛い目に遭いましたと彼は振り返ると。博士課程の学生だった彼は、脳構造の男女差と年齢とともにそれがどう変化するかを研究した論文を発表した。特定のパターンを見つけ、事実だけを説明し、機能に差があるという解釈に請求に結びつけないよう十分に配慮しました。そんな努力にもかかわらず、ほどなくしてウォールストリートジャーナルが彼の論文を引用し、脳の構造が若干異なるのだから、彼男女は別々の方法で教育すべきだとの前提に立って男女別学を擁護する記事を発表しましたと。あれは本当に、参りました。今でも忘れられない経験ですと。でそれでも彼は精査の研究を続けた。神経発達障害の理解を含める一助になるかもしれないと期待しているからだと。注目しているのは性染色体異数性、すなわち XXXX および XY、まあ、性染色体ですね、まあ、これが高校生物勉強した子であれば、学生であれば誰でも分かることですので、染色体の遺伝的変異 XXY、まあ、多いってやつですね。で持つ人は自閉スペクトラム症、ADHD、不安症といった疾患のリスクが高いと、まあ、実際にその発言するか、形質として発言するかどうかさておき、そのリスクが高いと書いてあるんですね。だからまあ、ADHD は遺伝子疾患ということなんですかね、そういう意味では。まあ、疾患というか、まあ、発達障害ってその病気として認定されてないですけど、リスクが高いって言われてるってことは、まあ、形質を病気とするか、あるいは遺伝子が確率的にその症状として、あるいは形質として発現する原因だから、それを疾患というかっていうのはまあ難しいところかもしれませんが、関係ないってことはないってことですよね。先天的な要因ってことですよね。で男女の脳の例えば各領域の大きさやそれらの結合の強さに違いはあるか、あるとすればどんな違いがあるか明らかにすることが、異数性を持つ人が神経発達や精神の疾患を発症しやすい理由を紐解く手がかりとなるのではないかとラズナハンは見ていると。この難問が解ければ精神病という厄介な謎を解き明かす一歩になるかもしれない。まあ当然そうでしょうね。まあ結局その遺伝子なり DNA、 あれゲノムって言われてるものっていうのは人体の設計図ですしね。でクリスパーキャス9のところでも話したことではありますけど、その設計図自体を書き換えないと、編集しないと治らない治癒の見通しさえ立たないっていう病気が世の中には5万とあってですね、その筆頭がまあ神経変性疾患とか精神障害とか、まあ、これに関して言うと ADHD は遺伝子の遺伝的変異ってこと、染色体の遺伝的変異ってことですから、まあ広い意味ではっていうか遺伝子のトラブルっていうことですからね。まあこの領域に踏み込まないとどうにもならんってことが分かるんだったらこれは非常に重要な進歩ですよね。で、どこまで読んだかな。この研究を目指したのはこれまであまり具体的に検討されてこなかった比較的シンプルないくつかの疑問についての考察です。人の脳の構造上の精査にはどの程度再現性があるか、構造の男女差はもしあるとするならどんな機能システムと共存しているか考えられるかとラズナハンは話すと。で疑問の答えを見つけるためにラズナハンとそのチームは独自のデータを収集せず、複数の機関で撮影された1000名を超える参加者の脳のスキャン画像をまとめたと。ヒューマンコネクトンプロジェクトのデータベースを活用した標準的な MRI、電磁気共同補導、まあちょっと名前忘れましたけど FMRI ですね、のデータを用いて、抽出された被験者のさまざまな脳領域における灰白質、灰白質っていうのは脳の中の神経細胞があるところですね。で白質の方はグリア細胞ですね。
で、量を男女で比較とほとんどの領域に違いなかったが、男女のどちらかの方が灰白質の量が多いように思われる箇所がいくつか見つかったと。なるほど。特定の部位においては差が見つかったということですね。でその結果をより大規模なもう一つのデータセットで比較して、ラズナハンのチームはそれらの脳領域が性染色体遺伝子の発現に偏りがある領域と関連していることを発見した。染色体と脳構造に関連性がある可能性にラズナハンはとても胸を踊らせていると。生物学の理解を進めば、そのプロセスの中で例えば自閉症スペクトラムを発症する人に何が起きているのかを突き止める一助になるでしょう。だが一方でそうした研究が精神疾患の理解に役立つという考えに異論を唱える研究者もいる。ロザリンド・フランクリン医科学大学の神経科学教授であるリース・エリオットは、一部の疾患の発現に見られる性差は生物学的要因ではなく医師や診断基準のバイアスによるものではないかと考えている。まあ両方ある気はしますけどね。どっちがじゃないと思いますね。どっちか 100% じゃなくてケースバイケースだと思いますね。で性差研究の支持者がしばしば指摘するのでが、男児が自閉症と診断される確率は、女児の4倍に上るという事実だが、これは事実なんですよ。自閉症とか あるいはその発達障害と呼ばれる症状というのは男子の方が圧倒的に多いです。女子がいないってわけじゃないですけど少ないです。でその原因は分かってないです。で彼女はそのデータの妥当性に疑問を呈する。大半 は単なる診断バイアスだと思います。まあこれも僕はよく分かりませんけどね。で疾患の定義は男性のステレオタイプを基準にしているんです。ああなるほど。でその上この種の研究には明らかな医学的利点がなく、さっきの執筆、論文執筆者たちの意図に反しているとはいえ、男女が根本的に異なる生物であるという考えを助長し、ひいてはミソジニ女性権を正当化するだけだとエリオットは考えると。まあこんなことが書いてあるわけです。まあそれは言い過ぎのような気がしますけどね。まあそのそもそも違いがあるっていうことがだってね、外形的にもう体の構造が全然違いますから、男女で。で体 の外形的な外側が男女で違えば、それは中も違うだろうよって、特にあの脳みたいなね、まあ精度の高い判断を生み出すようなところっていうのはね。なので、まあ、別にそれはあの差別と区別って一緒くたにしてダメだと思うんですよ、ね、で何でもかんでも違いがあるっていうことが差別につながるわけではないし、で要はその敬意を払う、正当な形で敬意を払う、違いがあることに対してっていうことが僕は大事だと思いますよね。でまあ皆さんもその意識としてあると思うんですけども、やっぱり女子学生で数学が好きっていう子はまあそうそういないわけですね。例えばね、まあ僕のいつもの話になっちゃうんですけど、でまあ好きっていう子は大概変わり者扱い、まあ実際変わり者の確率ってまあ高めなのかなという気はしないはないですけど、別に数学が好きだからちょっと変な子とかそういうわけでもないですからね。まあ好きと得意って別ですけどね。でまあおそらくはそういうところには関係してるのかなと。まあニューロン側って言ってましたからね。まあ要はそのどこに認識なり、まあ、ニューロン の, その発達の仕方が違うっていうことは、当然なんか神経伝達物質がそこに届いた時に、木 の, その作用する効果の大きさっていうのは違うでしょうしね。でそれがパフォーマンスにも影響するでしょうと。まあ例えば共感に関する部位っていうのは、ニューロンは灰白質はやっぱり女子学生の方が、女性の方が発達していると思いますし、逆に専門的でロジックありきの深く狭く考えるような部位っていうのは男性の方が発達している可能性は高いのかなとかね、そういうのは思ったりするわけですよ。でまあ古典的な議論としてあるのは、例えば脳鏡ってありますね、左脳と右脳っていうものをつないでる部分で、その男女の違いっていうのは男性の方が女性よりも細いって言われてるんですよね、一般的に。でだから男性の方が別に左脳と右脳イコール感情とか直感と論理っていうわけじゃないんですけども、より統合された脳の使い方っていうのは女性の方が向いてるんじゃないかとかね、いわゆる女の直感ってそこから来てるんじゃないかとか、そういうことは言われたりするんですよ。その代わり分析的な思考っていうのは男性の方が得意だとかね、まあそういう言い方をしたりする場合も今まであったわけなんですよ。まあ多分大内省なり妥当な面はあるかなというふうに思いますけど、ただその数字で計測できるようなものではないですからね、そのニューロンのその効果発達の仕方っていうのと、こうパフォーマンス上がる、どこでどういう評価の仕方をするのか、計量的な評価するには、じゃあニューロンの数えるのかとかね、あるいはその実際に現れる効果パフォーマンスへの違いで評価するのかね、
まあどっちかというと後者の場合社会科学に近くて前者自然科学に近いかもしれませんけど、いずれにせよ違いがあるのはそれはね別に悪いことではないと僕は思うし、であるいはそれが分かったとしたらまた性同一障害の例えばね方々の脳の構造なんかを見てみれば、その灰白質の発達の仕方で分かることがね、やっぱりその体は男性だけど、その脳の中を見てみたら開発物質は分布の仕方っていうのはやっぱり女性と女性だよねとかね、そういうことは分かるかもしれないじゃないですかね。でそれはすごくいいことだと思いますから、まあいずれにせよ何でもかんでもですね、この種のその技能をするときって大して中身も調べずに、あるいは理解せずにですね、生理学も神経科学もそうですし、まあそうだな、まあ、社会科学に近いとか認知科学とか心理学もそうですよ、そういうものを一切ガン無視でとにかく何でもかんでもいわゆる道徳とか倫理的な議論に引きずり出してですね、いやそれは差別につながるとか言い出す人って絶対いるんですよね。だからそれはその思考の仕方として荒すぎると思うし、決めつけだと思いますよね。まあ要はそのもっと丁寧に見ろやっていうね、認知的複雑性とか言ったりしますけど、まあそういうところを大事にしてこういうものは語らないとダメだよなというようには思いますね。でそして、まあ発達障害とかあるいはその精神障害、その神経平性疾患に関してはもう遺伝子レベルで発現しちゃうようなものなんだから、それはそのいい悪いとかじゃなくて、あるいは本人もそれを事前認めてね、ああ自分はそういうタイプの人間だから、ああそれを治そうと思ったら遺伝子レベルから治療しなきゃいけないんだから、まあその強制はできるかもしれないですね、強制って治すっていう方のねできるかもしれませんけど、基本的にやっぱり治らないものをその強引にねじ伏せてるようなものなわけですよ、 ADHD なんか特にね、なのでその辺はやっぱり自覚がある人間はより自覚を持って、自分は異なるんだと、ノーマルな脳のその機能の仕方をしない人間なんだということを自覚した上でやっぱり行動する、で周りもそれを理解した上で、それを受け止める、そういう関係というのは必ず必要かなと、特別扱いというよりは違いというものを互いに認識した上でそれで正当に評価する、行動する、敬意を表するということが大事かなというふうに思いますね。じゃあ最後になりますが、よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回はこの辺で、バイバイ。